こんにちは。夜中のうちに7位王国に侵入したところから続きやっていきます。この右上のなんかお家にも入れたので入ろうと思います。あ、解かなかったよ。ラッキー。薬草か。薬草でも結構モンスターが落としてくれて溜まってきた気がします。うん、こんなもんかな。で、お金を貯めてきました。2250だったと思うんですが、見つかないようにしないとね。よいしょ。ちょっと買い物をして、いやーいいな、曲押され。買います。このロングソードギリギリだな。うわー、買っちゃったよ。下ってなんだろう。わー、お辞儀してくれる、ありがとう。装備、攻撃力38からの52になった。おお。ちょっと行動力があるか。いやー強い。でもで、生徒の剣売るか。売る。どんどん売っちゃおう。よし、ありがとう。じゃあ、どれ行けばいいんだ。向こうに行くには、あっちか。地下って言ってたよね。地下になんだっけ、大地のんたらがあるみたいな話ですよね。よし、入ってみよう。バカだな、ほんとに。よし。あ、ここも開くんだ。周り見てからにする。あれどうなってんだろう。どっから回ろう。切れるんかな。なに、あ、お城だからこう、これ回復はできない。お城の地下にあるって言ってたから、上先に見るか。周り先に見て、なんだなんだなんだ、模様型だな。そういえばね、フィールドになんか変な模様のがあったんですよね。何も起きなかったんですけど、休めないか。回復って基本的にあの水じゃないとできないのかな。宿屋か。あと、どうしよう。じゃあ上から行けばいいかな。あ、何にもないか。王様の部屋があるだけか。じゃあ下に行くか。そう、音にはまるなこれ。よし、行こう。じゃあ地下だ、地下。うわー、急にこんな屍があるなんて。しかもちょっと踏みたくなっちゃうんだよね、音出るから。罰当たりだよ。うわー、なんでこんなことに。お城あんな、うわどんなお城ですかこれ。どうなってるんですか。どっちから行こう。宝に吸い寄せられる。毒消し来たー。で、こっちからはいけないから持っていかなきゃいけない。おお。あ、これあったことあるよな。ガンヘッドだ。いやー、でもガンヘッド攻撃力高いなー、やっぱり。お、薬草だ。大量の薬草が今何個持ってんだろう。結構手に入れた気がするんですよね。薬草、薬草。おー、ちょっと入れ替えようかな。薬草、いっぱい持ってる。よし。うわー、こんななんか橋が怖い。うわ、怖いこれ。ちょっと破れてますよ、この橋。大丈夫ですか？怖すぎるわ。高いとこ苦手なんで。
歩けないわこんなとこ私は。よし、さてどうしよう。足から行く、左から行こう、いつも通り。音からだから。わあ、でも会ったことあるよな。なんだっけ、サンダークライだ。そんなに強くないサンダークライ。おお、お金がありがたい。あれ、いなくなっちゃったんだけど敵が消えたんだが、見えないよ。バグこれ、なんか見えないの倒す。あ、そういう敵なんだ。なんだろう、見えなくなる敵だったのかなびっくりしちゃった。バグかな、なんだろうと思っちゃった。あれ、こっち来たんだっけ、こっち行ってないっけ。こっちは、あ、毒にしてくるやつだ。これ一番嫌なやつだよ。うわうわ、やめてやめてやめて。あー、また変な色が毒消しをね、落としていってほしいんですよね。おいおい、また毒だよ。毒がね、本当に嫌ですねおい、あ、宝か。毒消しをいただきたい。サンダーストーン、なんだ説明。サンダーストーン、戦闘中に使えます。はい。え、これさ、使ったらなくなっちゃうかな、どうなんだろう、謎だ。調べるか、さすがに。サンダーストーン、ブレスオブファイヤー、敵一体に80ダメージ与えるしか書いてないな。どうなんだろう、わかんない。ちょっと一応取っとこう、すぐ使うのやめて取っとこう。どういうあれなんだろうか、無限に。なんか昔のこういうゲームって、なんかこう無限に使えるこの道具アイテム的なものもあるイメージ、勝手な。で、この またさらに下に行くってこと？うわ、また屍が多い。ちょっと踏んでどこまで降りるんだろう。どんな国よこの七井王国ってどっちから行くかな。薬草使っとこう。薬草の回復力が相変わらずすごい。宝を取って、うわ、イカズチ、うわ強っ。強い、なんだあいつ、強かったマジかよ、強いな。おい、うほっ、ファイアーストーンだ今度。この炎系か。使いどころ迷っちゃうね。どうしようかね。よし。リフルエキスだって、あの高いやつじゃないこれ。そうだよね。嬉しいな。結構ストーン系がかさばる感じがするね。なんかぐるっぐるしてて、ちょっと、あそこなんか、ここがあれかメインっぽいな。ちょっと行ってないとこある。上の方の宝取ろうじゃん。よし、降りててきたところまで来ました、戻ってきました。ここに宝だ。こことあっちにもあるんだ。何ですか、70ゼニー。 お金は嬉しいぞ。これで全部取ったかな。川の片手、川の片
て、あそこになる。ワンとワンと45、22、21、48、あ、ほい、こっちの方がいいのか。カタアテいいんだよね。わかんない、わかりにくいな、わかんなくなっちゃうよ。よし、多分これで全部取ったでしょう。じゃあ、あの大きいなんか階段だかのとこに行きます。はい、大きい階段のとこまで戻ってきました。降りてみよう。あ、ここね、ここが大地の神殿だっけ、なんだっけってとこっぽいよな。なにこの切れ目、大丈夫、行っちゃって。なんかいるよ、その周り見よう。なんだろう、これはなんでもない。これも飾り。右のこれなんだ、わからん、何にも起きない。なんか誰かいるんだけど、ね、なんだ貴様。俺はこの装置を使って世界中をぶち壊してやるのだ。すげえ悪者だった。誰にも邪魔はさせん。ボスか、なんだ将軍。てや、イカズチだ、強いんだよな。おっとマジで、いやこっち最初に動けるもんな。大丈夫だ、やばい、20はやばい、強いなあ。わあ、避けた、びっくりした。回復しよう、回復使う、いや、くそ、わわわわ、結構 HP 高。またイカズチだ、うわこれ固定ダメージなんかな、20だよね。いやー、回復大変大変。薬草足りるか、足りるか、大丈夫かな。うわー、まただよ、キャーバレ痛い。私はいつ魔法とか使えるようになるのかな、いつか。反撃、よしよしよし、何もまだ技とか使えないんだよね。わー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 、やっぱ20だ、テラメージっぽいな魔法。20以上は絶対残しとかない。うわうわうわ、やめてやめて、向こうの AP いくつよ、そんな使えるんか、ずるいぞ。半分だ、わあ、回復回復回復、よかった、いっぱいあって。向こうの将軍？黒竜族の将軍ってことかな？何を企んでるんですかね？まだ壁？はい、元気になーれなんでちょっとさ、可愛いんだよ。呪文じゃないのか、あれおまじないか。ちょっと可愛いんだよな。なんかこう、ないのかな、その回復の呪文の名前とかじゃないんだ。元気になあれだもんな。いや、くそ、魔法、あれ AP 尽きたんかな、使ってこないね。ひたすら殴り合う。あ、いかずし、全然使ってくるわ。21、いけるだろう。行ってきたぞ、向こうも。おお、つげえ。回復。よし。強い、なんかダメージ増してない？なんでだろう。えい。うわあ、あとちょっとだ。また根性出してくるかもしれないから。お、やっぱそうだ。おりゃー。
そういう感じなんだな。耐えてくるんだ。そういう感じなんだ、ボス。いけ。まだか。いけいけ。おりゃ。まだか。おいおいおい。耐えるな、あいつ。長いな。HP、ゲージなくなってからが長い。強くなってるし、どんどん。いけ。よし。すごい、700ポイントの経験値だ。レベル9になった。よしよしよし。なんなんだお前。なんでこの俺が貴様のようなガキにやられるのだ。ぐおー。え、なになになに。消えた。大地のエネルギーが装置に脈打っている。これで大丈夫かな。一応守ったことになってんのかな。真ん中に鍵のようなものがある。取ってみますか。鍵？これ取っちゃっていいかな。取っちゃうか。はい。リュウは鍵を引っこ抜いた。大丈夫かな。すると恐ろしいほどのエネルギーが溢れ、大丈夫。ダメだったんじゃないの。あ、右がなんか輝き始めた。なんか手に入れたよな。あ、大地の鍵。女神に関係のあるアイテムのようです。あー、そうなんだ。とりあえずあそこ右のこれ触ってみる。あ、もう寝れなくなってんじゃん。こっから寝れんのかな。あれ、わわわわわ。え、すいません、王様。なんか多分私のせいでお城なくなってしまったんですけど。王様すいません。いや大丈夫、怒られるよなこれ。やはり地震の原因は大地の神殿だったのですね。あんな恐ろしいものは潰れてよかったのでしょう。あ、よかった、大丈夫。とんでもない、とんでもないことしちゃったのかと思ったよ。おい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 。さあ竜様、このことを王様に伝えに行きましょう。あ、君王様じゃなかった。王様すいません。なんと七位王国を黒竜族もろとも壊してしまう。さすがですな。いいのか、それでいいのか。やはりあなたはまあここで国作ってくれ。まあよい、とにかくありがとうございます。あなたのような戦士殿には私の部下になってほしいのですが、あなたはもっと大きなことをやり遂げる人です。旅の無事を祈っていますぞ。ありがとうございます。旅を続けられるのなら東へ行き、ウィンディアを訪ねると良いでしょう。おー、東。あ、そっか、あそこ国なくな、七位王国なくなったから、あそこ取れるようになったな。あそこには隣の土地への通路があります。へー、じゃあそこにひとまず行くんだね。いやー、しかし申し訳ないな。ありがとうございます。みんなで立派な国を作ります。おー、頑張ってくださいね。私は兵士には向いてない。芸人にではなろうけど、おいおいおい。お前全然面白くないから向いてないよ多分。いつかまた来てくださいね。その時には立派な町にしておきます。あ、じゃあここがどんどんあれか、栄えていくってこと。黒竜族をやっつけてくれたんですね。胸がスッとしましたよ。さあ頑張って町を修理するぞ。いや、まあなんかとりあえず良かったんかな。みんな別にそんな怒ってないし。へえ。まあ一見落着ってところで、そうだ、大地の鍵、そう、大地の鍵が、あったあったあった、さっきちょっと見に入れたんですよね。大地の鍵が、一応大切なもの、大事なものアイテムの1個で、戦闘中に使えるっぽいんですよね。なくなんない、これはなくなんないのか。敵
全体に30ダメージだって。ほう、ちょっとじゃあ使ってみますか。よし、じゃああっちの方向かってみますか。セーブだけしようかな。よし、じゃあ旅立とう。東に向かうと跡形もねえな。ちょっとあっちまで行きますね。あ、そういえばだけど途中のね、あ、使ってみよう。アイテム道具、大地の鍵。おー、すげー、うわー、こうやって使えるんだ。ここのなんか浜辺みたいなとこなんか入ろうとできんですよ。目の前で急に海が深くなっている。龍は海に入るのを諦めたって出るの。なんだろうこれ、海に入れるようになるのかな、いきなりああやって。で、この上にここほら謎の何かがあるんですよ。特に何も今起きないんですけど、ほら、なんだろうって感じです。メモしとこうかな後で。よし、じゃあこの先進んでいこう。この東か、新しい土地だ。すぐ行き止まりか。なんだなんだ、ここは何もないか。ああいうのもなんか意味あるんかな。実が取れたりとかするかと思ったけど、そういうわけじゃなさそうなんですよね。フィールドが結構なんか謎が多い。動物いるし、広い広い広いな、おいあ、なんか洞窟みたいな来ちゃったんだけど、いつかさワールドマップ的な、あ、あそこかな、ものも手に入りますよね。あ、あそこだ、道があるって言ったから。洞窟は何なんだろう。入っていいかな、ちらり。あ、行けないようになってる。ここはアウダの洞窟です。向こう側には魔法使いの住むカーマの塔があります。へー、悪い魔法使いが来ないか見張っているのです。なんかよくわかんないけど、まだ行けないわ。じゃああっちだ、やっぱり入ろう。これは話しかけて平気。ここはウィンディアです。すごい、着いた。あ、まともななんか街じゃない、初めてのあ、いいね、曲。宿屋さんだ。後で泊まってみようかな、一回。音とかあるかな？モサレなんか。あ、魚だ、魚。あ、え？魚食べちゃったんだけど。これ、え？勝手に何してんの？何これ、食べて何なの、しかも。何だろう？何だったんだ、謎だよ。はい、一回ちょっと止まってみよう。宿屋でございます。一晩80ゼニーですが、お泊まりになりますか。結構高いな、泊まるか。でも、あ、この曲なのね。よく眠れましたか。魚は、え、魚食べたままだけど、やばいやつじゃんこれ。で、セーブと。あんまりあれだな、街中っていうか部屋っていうか家に人あんまりいないな。なにこれ、なにこれ、なんか粉作ってる感じ。なんだなんだなんだ、しかも2階でやってるんだ、不思議な。風車の力でってこと。お、ちびっ子がいるな。僕も早く大人になって空を飛べるようになりたいな。空を飛ぶ、
器屋さん。高い。火の盾、革の服、鉢金、あ、鎖片びら。でも重そうだよなこれ。どの程度買ったらいいかも悩みますねこれ。待って、一応ちゃんと調べてか。装備も雑すぎんだよな装備が。革のマント、そうだ、売っちゃおう。革のマント売って、まず売ろう。売る。革のマント。イエス。説明。山形のは攻撃力8。青銅の剣。この前いいやつ買ったもんな。革の防水機能だって、この辺は古いよな。攻撃力10。鉢金6、兜、鎖片びらどんぐらい？防御力20か。重さ2。やべえ、調べられない。どうしたらいいんだろう。能力、ステータス。やべえ、一個一個の装備のさ、取っちゃえばいいのかな。あ、そんなことできないな。いっか。諦め諦め。そっか、装備してる能力わかんないんじゃん。手で一斉しよう。で、お店が2つもあるよ。道具屋でございます。薬草、毒消し。あ、そういえばですけど、そのアイテムの値段、道具とかの値段がその場所によってちょっと変動するっぽいんですよね。ちょっと上がってますよね。薬草前9だったっけ、9ゼニーとかだったと思うんで、ちょっと変わるっぽいです。知力の実なんだ。説明。知力の実は AP を回復しますか。あ、欲しいかも。お札、体を正常に戻します。異常な時ってどういう時？知力の実、お札1個買っとくか。よくわかんないけど、知力の実買っとくか。まだ使わないけど。あ、預かり屋でございます。どのようなご用件ですか？あ、預かってくれるんだ。倉庫か。そういうことしてくれるのね。これ何？あ、道具？こっちが倉庫。ちょっとわかんないっす。おじさんのリアクション基本的にあのハートマークなのね。めちゃくちゃいいなー。テイトへ行くには2つの方法があります。歩いて行くか船で行くか。東の土地に船の出る町があると聞いたことがあります。どれもいないか。あ、タンスタンス、スタミナのもと。盗みまくりだな。魚食うし、タンスのもの持ってくしだな。あれ、行けないんかなこれ。橋ないよね、なんか。とりあえず町探索をするとこまで今日はやりたいな。結構広かったな。あ、私たちひよく族は成長すると大きな鳥に変身することができます。特に王族の方はため息が出るほど大きく美しい鳥に変身されます。ひよく族、みんな羽生えてんな。魚また、食べちゃったまた。これ食べていいのかな。ねえ、
何が変わるの食べて。竜よ。お前、さて食っていいのか人のもんよ。すいません、なんか。あ、みんな羽生えてるほどだ。最近黒竜族の使者が属国になれと頻繁にやってきますが、奴らの手助けなどすべきはありません。隣の土地に通じる通路は王様の許可がないと通れません。あ、王様に許可をもらえばいいのか。なんかすごい高いとこに町あるんだ。ここ粉引いてるわ。あ、困った。食べてくれと言わんばかりの。すいません、食べちゃって。果物食っちゃったよ。後で食った方がいいんかな。ガンガン食ってるけど。カーマの塔に住む魔法使いが黒竜族に取り入ろうとしているそうです。はあ、きっとろくなことにならないでしょうね。あの洞窟の先か。やばい、これ残しとくか。これはちょっとさすがに食いすぎだよな。意味わかんないで食べまくってるもんな。いなかった。よし、これで一回りしましたかね。あと大きいとこだ。じゃあちょっと今日ここまでにして、次回このなんだろう、お城、豪族って言ってたから多分そうだよね。多分そうでしょう。中ちょっと見ていこうと思います。はい。いやー、調べようかな、魚食うで。ちょっとググって調べておこうかな。はい、では今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。